中村正人は、日本の政治家、沖縄県うるま市長。町、間市議会議員、串川市議会議員、政党創造幹事長などを歴任した、琉球政府串川市出身、日本文理大学卒業。1998年、串川市議会議員に当選。串川市議二期目中の2005年4月1日、串川市は、石川市、勝連町。 与那グ区長と合併して、うるま市となり消滅したため、2005年4月からは、うるま市議会議員となる。2006年10月8日のうるま市議選で当選。下地幹を率いる地域政党の政党創造に参加し、創造では幹事長も務めたが、後に日本維新の会に移籍し、同党の沖縄県総支部幹事長を務めた。2015年末の維新の党分裂の際は、 大阪維新の会に参加し、当県支部にあたる沖縄維新の会の幹事長に就任。2017年に同年のるま市長選への立候補を表明したが、現職の島袋とおとの保守分裂選挙を避けるため立候補を取りやめた。2020年12月18日、島袋の優待に伴う翌年の市長選挙への立候補を表明。 2021年4月25日投開票のうるま市長選挙では自由民主党、公明党、会派沖縄、無所属の会から推薦を受け、オール沖縄勢力のオス沖縄国際大学名誉教授のテルヤ博之を破り初当選。ありがとうございます。